そこはやっぱり自分の中では気にしてたとこなので、はい、この顔のラインと鼻はそうだったので、はい、姫様方にもお客さんにもはい、かっこよくなってくるからお金使ってねって言ってきましたおーおー、ファンファンはい、歌舞伎町ホストのぞみさんの美容手術当日です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。見事逆シンデレラオーディション勝ち得ましたのぞみさんです、はい、さて、よく眠れましたか？いや、ちょっと緊張して寝れなかったです。寝れなかった。昨日もね、お仕事でいらっしゃった。日曜の夜が空いてると思うでしょ、ホストクラブ実は一番混むんですって夜のお姉さんたちが日曜日お休みだからお店に来られるということで、あのカウンセリングの時はもう全然別のメンタルと思ってたんですよやはりのぞみも人の子だった。いや、さすがにちょっと怖いですねさて、この後柴田先生が入ってきて、はい、手術のデザインをしていきます、うんうんうん。まあ、今回なさる手術が主に二重の治療、一回なさってるんだけどもう一回止め直しと、ね、糸のリフト、脂肪吸引、お顔の脂肪吸引などをします。目の下ちょっと膨らみがあるので、はい、そこも脂肪除去、目の内側から、赤目下、内側から切れ目を入れて脂肪を取るということを行っていきます。あと、ほくろ治療もだ。そうですね、はい、10個、11個ぐらい取ります。あとは鼻も僕は小さい。あ、そう、小鼻縮小でした。それもあるんですけど、はい、それがちょっと怖いから、ね、はい、切りますからね。そう、切るって言葉って怖いですね。そうですね、はい、普段なかなかないので、ないですよね、うん、はい。先生に何か伝えておきたいことってありますか？いや、あとはお任せします、はい、顔が変わるっていうことに対してはやっぱり思うところってあります？こうなってほしいがちゃんと実現したらその分自信もやっぱつくと思うんで、はい、うん、それはすごい楽しみではありますよね。その反面、うんうん、そうならなかったらどうしようみたいなものってありますか？まあ、それもやっぱりこういうまあものなんで、まあ、そういう時はそういう時であると思うてはいるんで、そこはもうちゃんと割り切れてますね、僕の中では。うん、お顔が今そんなに丸いっていう感じはないですが、確かにフォルム的にこの辺、あのふっくらしてるとこ、ここの辺もそうですから、ね、はい、あのリフトで持ち上げて脂肪吸引することによってだいぶスッキリすると思いますよね、うんうん。鼻はね、ご自分の中で結構大きいっていう印象がありましたが、写真とか撮って加工するんですけど、うんうん、はいはい、鼻ちょっとちっちゃくするんですよ、気持ち。ああ、そこはやっぱり自分の中では気にしてたとこなので、はい、この顔のラインと、はい、鼻はそうだったので、はい、鼻筋は綺麗に通ってますもんね。鼻筋はそうな、うん、とか高さはあの、ね、嫌いじゃないんですけど、うん、横幅だけちっちゃくできたらもっとなんか顔に合うというか、はい、うん、なるほど。で、二重です。前回のカウンセリングの時よりもさらに左側がラインが薄い、うん、右側は比較的入ってるという感じですね。左右差があって、やっぱりご自分としては右みたいにもっとくっきりさせたい。まあ、あと何ですか、この右のこの幅あるじゃないですか、はい、この真ん中ぐらいの幅に変えたりして気持ち。なるほど、はい、もっとなんか自然な二重にしたいなと思うんです、はい、メイク映えはするんですけど、はい、ちょっとなんか目に力入れてないと、はい、なんか目の上に線が入ってるみたいな、二重というよりはなんかちょっとラインが入ってるみたいな感じになっちゃうので、はい、まあ、いわゆるね、浅いラインなんだと思うんですよね。他の病院さんでやった直後はもうちょっとくっきりしてました。あ、くっきりしてました。その時はいいなと思ったんですけど、なるほど。デザインをしておおむねそこに仕上がっていくんですよ。だから最初は腫れてて広いなって心配しても、だいたい1週間で腫れはおおむね引いていく、はい、最終的に細かい腫れの引いていくっていうのは1ヶ月から1ヶ月半なので、うん、まあ、それぐらいの期間見ていただければ、はい。で、鼻はどうしてもね、小鼻の脇に傷は残ります。そこを切って縫うので、だからそこはお仕事の時はコンシーラーでちょっと叩いてもらった方がいいかなと思います。はい、はい、改めまして先生、のぞみさんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、二重のデザインをしてまいりましょうか、うん、はい、お願いします。一回目を閉じてください。まず今ある線を切ってください。こういう二重、うん、例えば、まあ、幅は調節が効きます。目を閉じてもらってちょっと狭めて、まあ、例えば狭くするってことも可能は可能、うんうん、まあ、好みで、はい、もう一回見ようと思います。でも、オーソドックスになるのは、今の線をくっきり。できれば、うん、この間ぐらいの、ちょっと狭められたら嬉しくて。あ、そうですね、なんか。狭い。あ、でもこれぐらいが嬉しいですね。自然な二重にしたいですね、なんか。
はい、開けて。はい、閉じて。今の入ってる線、ちょっと狭く。こんな感じかな。はい。はい、バランスもですね。両方で。はい、開けて。この感じかな。これで。はい。はい。ボートされますね。あ、なるほど。なんとなく。ね、こっちの。ね、うん、結構広いところなんですね。まあ、ここまでとありますね。でもここはね、そんなないと思いますよね。まあ、ここなんですけど、メイン。ここ取っちゃうと、こけた感じになるので、あの若くなくなっちゃうんですね。だから、ああ、そうなんですね。この、まあ、この頬骨からちょっとこのラインは、上は取らない。うん、っていうふうになります。はい。で、取るスタートはこの辺に、踏み立てを、それでというか、折れてというか、この辺りで。はい。で、ここから今度は顎も、顎も取るようになるので、まあ、この辺りで、まあ、そんなにね、ないと思うんだけど、少し取れると。この辺りを、こっちから繋がると、はい。そして、はい、今度は糸、ターミナルというわけじゃないです。まあ、持ち上げようということで。はい、この辺りから、V 字型のリフトになるんですけど、ポイントは、ちょっといろいろ関係。この V 字って感じで。はい。はい、で、あなたは、ここにある脂肪を、はい、ね、はい、まあね、脂肪多い人はもっとポンって出てたりするんですけど、はい、まあちょっと取る感じかな、はい、内側よりで、はい、はい、はい、開けてください。はい、閉じて。のぞみさん、始まる佳境ですが、はい、お店の方々は今回の手術はご存知？あ、そうですね、結構もうお店の人には伝えてます。自分の、あの姫様方にも、あ、お客さんにも、はい、宣言をして、はい、あのかっこよくなってくるからお金使ってねって言ってきましたなんてホストらしい手術前の言葉言うのいただきました、ありがとうございますさあ、多分もうあと3分後には意識がないと思います。お願いします。最後に自分の顔に言っておきたいことありますか？最後に自分の香りですか、はい、あの後悔すんなよとでは行ってらっしゃいませ。行ってきます。
動画見てみると分かると思うんですけど、鼻の幅がかなりかなり狭くなっている、うん、さんお疲れ様でした。はい、ではのぞみさん鏡を渡しますので、はい、はい、見てみましょうか。おお、パンパンまぶた青紫の箇所があるんですけれども、前によその病院で止めた糸を柴先生結構探して外せるものは外したので、その刺激でちょっと青くなってます、はいはいはい。目の下の部分はそんなに青さないですね、はい、はい、フラットになってるのが分かると思います。ちょっとほくろ結構大きなものだったので根っこがありますから、はい、結構削ってるのでデコボコしてますが、やがて盛り上がってくると思ってください。鼻の部分両脇に糸がついてます、はいはい、これ正面からちょっと離して見てもらうとだいぶ鼻の幅がちっちゃくなってるのが分かります。はい、頬と顎は脂肪吸引したてなのでまだ麻酔液も入ってますから、さっきパンパンとおっしゃいましたがまん丸な感じはありますけれども、うん、これが締まっていくと糸も中に入ってます。はい、すごい。はい、お気分どうですか。お腹減りました。はいはい、お疲れ様でした。のぞみさん、はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よくなりましたか。あの目かっこいいただ笑っていたやっぱり頬の部分がパンパンで、あののぞみさんと思えない感じの輪郭です。痛みあります。あ、でもあのお薬いただいたじゃないですか、はい、なので全然そんなに痛まないです。まだ大丈夫ですか。はい、サポーターは3日間つけっぱなしにしてましたか。つけっぱなしにしてました。もうあの耳が一回取れるかと思ったんでちょっと一応照らしたんですけど、はい、だんだん落ちてきたんで、はい、めっちゃ痛かったです。寝る時もずっと、あ、寝る時もつけてました一応。あ、真面目。それはおお、ずっと引き上げられてたんで。へー、この圧迫が効いてきますから。あ、そうなんですね。よかったです、真面目にやり続けない。じゃあ外しますね。はい、痛くないですか。はい、大丈夫です。今触られてて痛い。いや、そうですね、うん、痛くてびっくりしました。もうあの、うん、やっぱ痛いんだと思って触ってないと痛くなかったですか。虫歯がズキズキするみたいな痛みはあったんですけど、はいはい、でも僕の場合はもうほとんど痛くなくて、うん、痛くなりそうだなって思ったらあの、はい、いただいた痛み止め飲むようにしてたので、うん、でも全然あの支障はなかったです。僕の場合はもう激痛で辛すぎてみたいのは3日間なかったです。あ、大丈夫でした。あ、よかった。手術の直後右目多分結構紫色になってたと思うんですけど、うん、はいはい、もう家でとにかくあの整形後に取った方がいいような栄養素全部サプリとかね、もう取り揃えて、内出血とかむくみ拭くようなやつですよね。飲めるもの飲んでますはい、今サポーターとテープが外れました。はい、まだご本人は外れたとこは見てらっしゃらない、ね、見てないです。はい、はい、では鏡をお渡しします。サポーターが外れた状態、めっちゃ緊張します。ご覧ください。はい、おお、なるほど、パンパンですね、はい、あ、でもほくろ長い、すごい。で、鼻すごい、糸が、黄色っぽいの分かりますか、はいはい、口元がこの辺の、はい、これがいわゆる内出血ですね、ここを治療したものの内出血がちょっとずつ降りてきて、うん、まあ、青いんですよ最初で、それが緑になって黄色になって治っていくんですが、この辺りの首のこの辺も黄色っぽいですね。あ、こことかですか。はい、本当だ。これ脂肪吸引とかフェイスリフト手術を受けた後の特徴です、はい、だ、関係ないところが黄色くなったり青くなってるとびっくりする方いるんですが、はい、やっぱり血液が降りてきてるからと思ってください。目の感じどうです。二重幅がめっちゃいいです、うん、もうまだ腫れてるんですけど、うん、よかったと思って、これだけはもう常に
鏡で見えてたので、はい、だからよかったって思いながら、はい、あとはもう鼻と顔周りがどうなってるかだけ、はい、気になってたので、ここでもやっぱり締まっていくと、もともとすっごい膨らんでたわけじゃないので、うん、結構シャープになると思います。あの金属の管を通しているので、はい、そこはもう絶対隙間が空くんで、それが閉まるんですよ。あ、吸引だけじゃなくてその効果もありますからね。さあ先生見てもらいましょうか、はい、3日後です。ありました、ね、ありました。まあ、貼ったりマスクが取ってからね、どうかなっていうところですね。だから色にその貼れすぎてとかそういうことはないので、このまま見ていけばいいと思います。一部はお鼻と、のね、まあ、皮膚は問題ありませんからね、はい、痛みはありますか、はい、痛みですか、うん、痛みはもう、まあ、顔はあんまりない、触った時ぐらいですね、はい、内視鏡がありますけどね。さて手術翌日に、はい、今より腫れてたであろう状態で潜在写真を撮ってたんですよね。撮りに行きました。下のホストクラブの専属のカメラスタジオがあるんですか。そうですね、スタジオがあるのでそこ予約して、はいはい、あの行ってきました。周りのリアクションは、なんかそもそもその僕が出勤するってお店の人は思ってなかったので、はい、顔パンパンの状態で行ったら、あの大勢誰ってあのサポーターつけたままで写真撮ったんですか。もうつけたまま写真撮りです。すごいね。カメラマンさんの感想どう撮っていいですかって向こうから、あの結構やられた、どうしたらいいですかって向こうも慌てやってました、ね、あのサポーターをつけてここが結構パンパン、サポーターから見えてる範囲のところがパンパンの状態 で、はい、どうかっこよく撮られているのか、カメラマンさんの腕の見せ所ちょっと楽しみにしてますね。名刺をホストさんたちどうでした。めちゃくちゃ笑ってました。なんかあの整形するっていうのを伝えた人は、はいはい、それを理解してくれて、はい、あこんなに腫れるんだって心配だったんですけど、まあ、知らない人もいるんですよ、はい、そしたらなんかあの喧嘩したみたいな。そうですよね、ボコボコにされてんじゃんみたいな。そうですよね、ほんとそう。でもまあ目見てみると二人はやっぱりくっきりするとだいぶ印象違います。いや本当に、もともと優しい系の顔だなと思ってたのが凛々しくなりました。あ本当ですか、うん、かっこいい。あそれ嬉しいです、うんうん、これがまた頬が締まってくるわけですよ、うんうん、で目の腫れも落ち着いてきてっていう風になると本当楽しみです。いや楽しみです、すごくワクワクしてます。でどうですかこの先を考えると、結構こうワクワクします。お客さんの前で出ること考える、楽しみですね。やっぱこう顔がシュッとするのももう想像できますし、はい、目もこうは今の時点でこれなので、まあ、あとほくろはちょっと昔から自分多いなって思ってたので、うん、それがなくなって綺麗になった顔っていうのも想像するとワクワクします。そうですね、はい、しばらくやっぱね深いとなおさらのことしばらく赤みがあるんですよ。だからそれが色引いていくっていうのは数ヶ月かかるんですが、日焼けだけ気をつけてください、はい、あの赤い部分に日焼けしちゃうと、いわゆる色素沈着を起こします。わかりました、気をつけましょうね。お店はいつから復帰ですか。まあ、一応晴れ引いて来週以降、まあ、顔出せたらいいなぐらいに思ってます。お客さんの前に出るってこと、まあ、出てもいいかなと思ってます。ざわつきそうだな。いやその感想また教えてくださいぜひぜひ、はい、楽しみにしてます、はい、のぞみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。うん、ほくろだいぶ赤みが引いてきましたね。そうです ね、結構もっと赤々としてたからちょっと引っかいちゃいましたぐらいの赤さです、うん、左こめかみのほくろの色と比べるとこの赤になってきてる状態にやっぱり目立ちにくい色になるんですね。肌色に近くなります。首の部分はちょっとまだ脂肪吸引の後で黄色いかな。結構広い範囲黄色いですよね、うん、中間目ですね。はい、とても綺麗だ、うん、いいです。目はまあね、前ね前回より引いてきましたね。そうですね、うん、もうなんか割とちょっとまだ腫れぼったい感じがあるんですけど、うん、これはまだ引いていきますんでね、はい、あとは先生脂肪吸引のした箇所の抜歯も今日ですね、うん、まあ、これ問題だ、はい、割と順調なので。あ本当ですか、はい、よかったですよ。割ととか結構うんいいと思います、うん、はい、ま、内出血もさほど出ず、ね、はい、はい、3日後のむくみよりだいぶ引いた感ありますよね。パンパンでしたからね。そうですね、はい、じゃあね、抜歯処置問題ありません。はい、よろしくお願いします、はい、頬の脂肪吸引した箇所の抜歯です。失礼します。今糸引っ張ってます。今糸が取れました。あら、あまり取れてますね。綺麗綺麗、凹凸なく、
ムムゾミさん、ぜひ姫様たちの感想も教えてくださいね。あ、ぜひぜひ、はい、楽しみにしてると思うので、みんな。バシゴののゾミさんです。お疲れ様でした、はい、痛みは大丈夫でした？まあ、ちょっとチクッとするぐらいで全然大丈夫でした、はい、うん、画面越しに見た感想ですが、はい、テゴニャンっぽいあれ嬉しくなさそう。いや言われたことないんで、手越さんっぽい感じだなと思いました。嬉しいです、ありがとうございます、はい、糸が取れた状態、はい、ま、見てないですからね。見てないです、楽しみです、はい、見てください。はい、はい、わー綺麗になってる。あ、ちっちゃくなりましたね、嬉しい、はい、すごいですね、全然もう塞がってるんですね、はい、鼻はね、すごい、デコボコ感もなく、そうですね、全く、すごい、これもだってもう1日2日あればすぐ落ち着きそうですもんね。少し青紫っぽい感じになってるけども、そうそう、ね、まあ赤みが出たりはするので、日焼けだけとにかく気をつけるということ。あ、ここもですね、はい、いや、あとはこのほくろが落ち着いてくれればだいぶ、そうですね、いや、これ早く化粧したいですね。お店は明日から、明後日からですね、はい、体の状態もね、まだちょっと右の方が膨らんでるかな。ただびっくりするぐらい決めた時の幅に落ち着きますああ、こんな決めたわっていう風になるので、いや、でも嬉しいですね、これめっちゃ綺麗、すごいですね。へえ、術後見せてもらったじゃないですか、撮った場所、はい、あんなに撮ってこんな綺麗にくっつくんだ、はい、あ、小鼻の皮膚を、ね、見てもらった、見てもらったんですね。ほわ頬と顎、はい、まあまだちょっとねむくんでますけれどもね、そうですね、締まっていくといいね。まだタプタプしてますもんね。そうですね、ちょっとまだタプタプしてます。お店頑張ってください。はい、ありがとうございます。テゴニャンっぽいよ。普段絶対に聞けないドクターの本音をリアルに聞いていきます。チャンネル登録と通知音をよろしくお願いします。